皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやってまいりましょう。7月場所、名古屋場所のね、後半戦入りましたね。場所前稽古ですね、やっていきましょう。通算としてはね、920回目になりますね。で、七条さんはね、残り7ポイントとして、上半身下半身73が目標かな。もうちょっとね、早いペースで行くようやったらっていうのもあるんですけどね。で、翔子さんは上半身やね。順調に行けばね、来場所70到達するんでね、そこからまたやりくりができると。で、九条さんは運び足やね、これはね。で、八条さんがどうなんだ、まだ上がるのか、これは。一応講演会で出てるね、まあ明日やってみてやね。で、両替さんが申し合い。で、六条さんが下半身と。で、花山さんは鉄砲、73までね。当たり引いてる、うわ、そういうことか。はい、北山さんはもう試合ですね。まあ、これね、パラ的には仕上がった時に、もう集中力にシフトチェンジですね、すぐ。で、十条さんは小遣いやね。はい、ごっつぁん。はい、ごっつぁんです。で、下半身。まあ、これで、単純計算しても300は超えてるので、304か。ね、もうそのまま下半身十字ですね。はい、では2日目ですよ。おっしゃ、おー、七条さんいいね。で、塩小路さんは、上半身で、明日お小遣いやね。五条さんはあと1年半は持つんですよね。で、運び足で、八条さん、さあ上がるのかな、上がるようやったら、あ、上がるわ。ということは、11ポイントの振り幅なので、上半身66で、下半身も61かな。まあ、で、あと集中力やらに振りましょう。で、こちら申し合い。両替さんは外れで、6乗3、引かない。花山さん、ダメ。北山さん申し合いね。次で判断力が40ですね。で、こちらは下半身、多分これしか上がらないはず。そうですね。はい、では、3日目でございます。2日連チャンはならず。おお、小遣いやった間違えた。まあいいや。はい、九条さんは運び足で、持続が10ですね。で、八条さんは上、この3日でだから66目処までいくんでね。両替さんが引かない。六条さんもあと2ポイントやからね、なんとか使い切ってほしいんやけどね。さあ、北山さんは判断力40到達で、十条さんが下半身ですね。まあ、20は軽くいきますよね。4日目です。おお、素晴らしい、2ポイント目きた。で、お小遣いはい、ごっつぁんです、ごめんなさい、1日遅れですまあ変わらんかなね、基本は。はい、九条さんは運び足よいしょ。
八条さんは、上半身行って、あとは下半身やね。まあ、61ぐらい目処に行きましょう。両替さんが引かんな。六条さんも引かない。花山さん。で、北山さんは申し合い。おお、瞬発と柔軟性がね、60乗りそうですね。5日目ですね。七条さんが上々のスタートやったね。さあ、塩越さんは上半身再開、まあ、50半ばくらいまでいけるのかな。さんはそうか、小遣いがあんのか。で、ここから下半身、ヨガエさんもおっしゃい。あー、当たり引いてたそうか、ここで引くかさあ、北山さんは60が目の前ですね。こちら下半身、6日目いきまーす。もう七条さんはね、2つ上がってるから申し分なしなんで、まあ3つ目があと来るかっていうところですね。で、九条さんは運び足で、八条さんはここから下半身行きましょう。61までやね。だから2サイクル。あー、了解さんが引かない。六条さんと花山さんも上がりにくい中やからね、なかなか。おー、これでね、瞬発と柔軟が60。はい、では7日目ですね。3ポイント目は小津。塩越さんがね、上半身50がキープ、目の前に来ましたね。九条さんは運び足で、八条さんは下半身で、両替さんが申し合い。引かない。六条さんは下半身、あー、当たりか。やる気ないって出た。そっか、そういうタイプかで、北山さんは明日、お小遣いへね。さあ、8日目いきましょう。ないねさあ、翔子さんはこれで上半身50乗りましたよ。まあまあね、今のところでも2000か。お、九条さんのお小遣いタイムが近づいてまいりましたね。いやー、両替さんが引かんな、逆にね。まあ、七条さんが調子いいとなかなか引かないからね。伸びない。さあ、お小遣いいきましょう。はい、はい、ごっちゃんです。で、下半身やね。さあ、次で20ですね。
9日目いきまーす。七条さんも最初だけやったね。まあまあまあ、それでまあ2ポイント上がってるからね、申し分はないね、今のところは。逆に両替さんよ、今日は上がんないからね。そうか、引かんか。花山さんも全然やね、タイミングが悪い。下半身これで20。はい、10日目ですね。七条さんが後の伸びが悪すぎる。さあ、九条さんはこれで明日お小遣いかね、11日目で。で、八条さんはこのサイクルで下半身が61になります。うわー、両替さん引かん。六条さんも引かんな。タイミングはね、合ってないから。で、下半身11日目ですね。おお、来ないな。で、ここで小遣い。はい。はい、ごっつぁんです。よいしょ。うん、で、下半身これ60ね。よーしよしよしよし、まず1個両替さんリカバリーね。六条さん、花山さんがね、来ないね。で、中条さんは下半身。12日目いきまーす。おお、七条さん3ポイント目か、素晴らしい。で、五条さんはそのまま抜けて、九条さんは、運び出し再開。八条さんはこれで下半身は一旦終了。次は集中力と判断力にね、振り分けていきましょう。両替さんは1ポイントだけ返したけどね。まあ、この後ろの2人がどうしても上がりにくいからね。あ、やる気ないとも出んしね。で、中条さんが下半身。13日目いきまーす。まあ、今日は上がんない。今日こちらはね、下半身ですね。で、上半身伸び悩みチームは今3100か。まあ、六条さんはあれとして、前の2人がね、伸びてくね、困るからね。次は鉄砲。まあ、今日は出ないけどね。両替さんも鉄砲やね。
で、六条さんは相変わらずの下半身。後援会とも出ない。はい、申し合い。で、こちらも下半身。おぶねえ。14日目ですね。4ポイント目はないか。まあね、5ポイントっていうのがね、あったのが一番最高やったかな、伸び悩み時では。運び足だよね。で、明日技研究と。で、八条さんはこっから申し合いやっときましょう、まず、うん、で、明日は集中力で、両替さんは鉄砲。引かない。まあ、ないからな、後ろの二人は。きついな。で、下半身やね。で、後ろの二人も明日は技研究が、待っておりますと。はい、では、ラスト15日目いきましょう。七条さんが下半身。おお、4つ目来るか。ああ、そうですか。で、五条さんそのままでしょ。で、九条さんは技研究。おい、多彩。八条さんは、鉄砲。で、両替さんも鉄砲。あー、1ポイント止まりか。で、六条さんが下半身。あー、ないね。1回だけやる気ないやったけどね。うん、そうか、やる気ないか。はい、基本技は一通り。はい、早く。はい、では、技確認して終わりたいと思います。まずは九条さんね。何が増えた。取ったりかな。あー、で、切り返しもあるな。うん、で、北山さんは一通りと言ってたけど、うん、送り出しはあったかな。あ、上手投げは増えましたね、間違いなく。で、十条さんは変わらずやね。中条さんはまあ早めに技研究終わりそうな感じしますね。はい、では、これでちょっと本場所の方また臨んでみたいと思いますんでね、本場所の方もお楽しみにしていただければと思います。では、今回はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。